第2学年学長、解説速報ですえ。まだ平均点とか精査したわけではありませんが、例年のものに比べてぐっと難易度が上がっていると思います。特に作図の問題が特徴的だったので、今回はそれを扱います。問題はこのようなものでした。図はちょっと正確ではないかもしれないけど、三角形 ABC を点 B を回転の中心として、右回り90度回転移動させた三角形 A'B'C' を作図せよという問題です。 あまり見たことない問題ですね。実際私も、まあ答えはすぐわかるけど、やる、えー、作図してみるのは初めてかもしれません。先に答えをイメージしましょう。これをこのまま90度回転させます。こんな形の三角形になる。それは想像できますね。C がここに移って、A がここに移る。B を中心にしてぐるっと回すので。で、それを考えれば、やりやすいところから。 C を90度回転させてここに下ろしましょう。この90度の線が必要になりますで。それさえできれば、あとは簡単という問題ですが、それがなかなか大変だったと思います。まず BC を延長しましょう。でここに水線を作図します。この180度を半分にするとして考えてもいいですし、ここに水線を引く。そう考えてもいいです。 でえー、一応一工夫ここまでやんなくてもいいけんね最初からこれ C の長さを取っておきましょう BC の長さをそして反対側まで行ってあ短かったでこの2点から遠距離の点をここら辺に取ります少し短めにしといた方がいいかな長めにしよう短めの方がいい性格か この点からとこの点からコンパスの幅を変えずに、同、え、距、ー、の点を取って、えー、点 B と結んであげれば、えー、これで垂線の完成ですで。点 C を90度回すと、まあ、最初、一番最初の線はこの BC の長さを取ってたので、えー、C ダッシュはここに行きます。 であとは割と簡単で、A、BA をこの長さこの長さをここに取ってあげてこの長さをここに取ってあげるそういう作業になりますお今いいこと申してあいいか、A、BA の長さはこのまままあこれ取ったって分かりやすいようにこっちはこうあおーっと失礼えー、ごめんなさいね ちょっとずれちゃってるけど。で BA の長さを取ってこちら側にこう。あと CA の長さをコンパスで取って先ほど決めた C' のところにコンパスの針を当ててこう取ります。こうすればこの BA の長さがここに移せてえ CA の長さがここに移せるので。 これで A'B'C の作図ができました。うん、あの、回転移動の意味がしっかり分かっていれば、できないことはない作図です。でも、えー、やったことのない作図だったので、なかなかここにたどり着けた生徒さんは少なかったように思います。まあ、できたらもう、なんていうのかな、あのー、誇りに思っていいというか、自慢してもいいぐらいの問題でした。